ようこそ純道の東北縄文文化研究会秋田三古物語へ八郎太郎の真実戸和田湖から八郎方へ原井戸の狼の魂浄化の旅壮大な三古物語の舞台 秋田県の戸和田湖八郎方田沢湖の日本を代表する3つの湖を結ぶ「三個物語は」は龍に化身した八郎太郎太の壮大な伝説です。しかし深掘りするとローカルな伝説ですがグローバルな真実の物語です。 本作品は十和田湖から八郎型編です十和田湖の戦い三個物語は十和田湖から始まる十和田湖の戦い出口鬼三郎の十和田湖の神秘より十和田湖で出会った八郎太郎と南園坊のの七日七番に渡る戦いで 八郎太郎が敗れました八郎太郎は大和のオろちの霊魂を引き継ぐ者南祖の坊は須佐能の霊魂を引き継ぐ者だった米代川から日本海へ八郎太郎は十和田湖の戦いで敗れ 生まれ故郷の勝野でダムを作ろうとしたが地元の神々に反対され追い出されましたそれで八郎太郎は米代川を下って八郎方を目指しましたその米代川は魂を浄化する払いどの狼たちが待ち受けていました 実は八郎太郎の魂は、ヤマタノオロチだった。徳古大日堂の父親の良官様。三つの大日堂の一つ、大盾徳古大日堂に、徳があり、人の良い仏陶の良官様が住んでいました。そんな良官様ですが、たまたま真珠に邪念が起こる時もあります。 そんな時に、生まれた子が八郎太郎裏の北沼に古くから住んでいる大蛇の主大蛇が領館の姿となって通った大蛇は出雲で須佐能に倒された山田のオロチの霊魂が再び凝って大蛇となったものだった 生まれたのが八郎太郎の祖父旧内であった小豆沢大日堂は眩しすぎた父三代目の旧内が鹿角市小豆沢に大日堂を建立したしかし新婚舎将のため大日堂は大日如来で大昼目口神社ともいいますので眩しすぎましたそのため別当になれなかったので 大湯環状列席の東側草木村の民家に代々子孫が暮らしていた悪の山田のオロち型霊界物語天地の邪気が凝り固まって悪霊が発生したこれがスサノオに退治されたあの醜い山田のオロちの姿をしていたのである邪気が凝るとは ランプにすがつくようなもので何台も何台も引き継がれ表出する今に続く悪神による1%の悪人、にんやまたのおちたちのことええ八郎太郎もそうだったのか八郎太郎の魂を浄化するハライドの狼たちなんと。 大払いの言葉の払い戸の狼たちの登場です米代川から先の払い戸の狼霊界物語一、1. 瀬尾律姫二、2. 早明津姫三、伊吹戸主の神 4。早さすら姫。4。神それぞれに働きがあり、驚くべき本質があるようです。尾神女神の一置セオリツ姫川の番人最高裁長官。1。セオリツ姫が審判し、米代川へ。 数の女神目地点で第1番目のセオリツ姫が待っていましたセオリツ姫とは魂が汚れているかどうかを判断し審判する神です八郎太郎の魂は非常に汚れていると審判し米代川の長い急流で日本海まで流され魂が浄化されることを求めたのでした 米城川での浄化米城川の鷹巣や大館地区には埋没家屋があります十和田湖噴火によるシラス洪水が何度も起きていますからシラス洪水で選択されました二ついで天神さまと力比べもしました急流や洪水神様との力比べもして浄化され大海原へ向かいました 天瀬川の2「早秋津つひめ」イメージよりもっと強烈な神らしい日本海を天瀬川の御蔵花へ八郎太郎の魂は米代川の急流でもまだ浄化されず日本海への城から沿岸を潮に導かれ八郎方へ八郎方は まだ方となっていません天瀬川の三倉花はここです八郎太郎は天瀬川の三倉花というところにたどり着きました第二の関所には大きな口を開けて待ち受けていた神がいました恐ろしや早秋津姫 天瀬川の三倉花には早明津姫がいて八郎太郎を大きな口を開けてガブリと飲み込んだ小鹿島の寒風山と天瀬川の間がワニのようだったのですね八郎太郎の汚れていた魂はこの第二段階の早明津姫でかなり浄化されました伝説のおじいとおばば 八郎太郎は、おじいとおばばに、止めてくれたことのお礼に、明日の朝、鶏が鳴くと同時に、大地が割れ、ここが大きな湖になると、老夫婦に言ったのでした。翌朝、鶏が鳴くと同時に、轟音が鳴り渡り、水が溢れ、大地が割れ八郎潟ができて、おばばは、対岸へと離れ離れになりました。 実はおじいはあしなづちおばばはてなづちという神なのでしたそれでおじいはおとどの神社、おばばはうばごぜんじとしてまつられているのです寒風山の三、いぶきどぬしの神、風神、雷神様。寒風山のいぶきどぬしの神。 小賀の寒風山は標高3 5 5ルの独立砲だから寒い風の山のごとく本家の伊吹山と同じような気象で伊吹戸主が風を吹きつけます八郎太郎の魂がまだ浄化しきれていないので風神伊吹戸主の風で船越水道へ吹き流されます船越水道の渦巻きへ 八郎太郎の魂がまだ浄化しきれていないのでこのいぶきどぬしの風で船越水道の渦巻きから目の国に吹き流されます船越水道4早さすら姫仕上げには地震や渦潮でもみつぶすさらになんと。 スサノだという、海なのに水道という嫉妬やに水道といえば上水道下水道などの人工的な水道を思い浮かべますがそれは人間が作ったもので本来の水道とは神々が作った霊的な水道を呼ぶのです特に日本の水道は魂を浄化する場所なので 大変神聖なものです開発に対して天は台風や洪水地震によって人間に警告を与えてきました1983年昭和58年の日本海中部地震もきっとそうなのでしょう船越水道が大きく変更 船越の南西サスの幅は5キロメートルあります。船越水道は、この砂丘を分断する形で、南東の方向に約4キロメートル蛇行し、日本海へ流れていました。八郎潟からの流出口が船越水道です。船越水道は、 昭和52年完成の八郎型干拓と対になって大きくショートカットと変更されています干拓前の船越水道の渦巻き。船越水道の稼働は何度も大きく変化してきました河口に近いところの真ん中に中之島ができていました船越水道は型からの水と 潮位の変動による呼吸作用で激しく変化したのです。中之島をめぐる流れが渦巻きのように見えました。仕上げのさすら姫霊界物語578さあ、いよいよ最後のさすら姫の登場です。さすら姫は汚れた魂の持ち主を自身などで揉みつぶす神です。 しかし実はさすら姫というのはスサ佐能が払ドの狼たちを総動員して戸塚の剣でもって悪神を根こそぎ退治することなのですおまけですが秋田2 2 0 0年続く当人行事船越水道のスサ佐能 船越水道のある片上市で毎年開催される「洞人行事」は不思議な行事です酒をたらふく飲んだスサ佐オが人事不正で牛に乗り船越水道に来ます水道の真ん中の船で2本の柱の間に渡した綱の上で赤い衣装の雲舞が行われますオロチの八郎太郎の舞と考えます 当人用事会場。当人用事の会場は、現在はショートカットされた新しい小水路で行います。左岸で牛のりのスサノオがいて、雲舞の八郎太郎が小水路の真ん中です。渦巻きの底根の国で。 ノオと八郎太郎の魂浄化の儀式を1,200年続けてきたのですね。